はい、ということで2020年10月14日ドラクエウォーク、本日は私が普段魔王の使いの祠を周回してるデッキで倒していきますんですけど、これいやだ黙れこくるからね、スパスタで育てて、ね、アルコールとかで遊んだりしてるんですけど、それでやるより普通になり周回してるデッキで倒してった方がオートでいけるし、そこまで無理してなんかやる必要があるのかなって。アンコールで一応はとりあえずやっていきますわ。アンコール3発でね、魔力覚醒してヨナズ撃ったりとかではありますけど、微妙だよなーっていうので、普段周回してるデッキでやっていきますということで、レッツラドン。だってこれならそんなに何 MP がめちゃくちゃ減ってっていうね、アンコール使ってね、バシバシ倒れるってわけじゃないもんで、あの MP が枯れるっていう意味で、連戦はできるから、特に今の定点とかでね、自宅とか入ったりとか、壺割ったりして回復したい時、では行きますよ、レッツラドン。カンダダトマホークとイオナズン打って回復2人構成です。回復はね、1枚でもいけんかなと思ったんですけど、安定性考えるとまあこっちかなって。で、一応こうやってオートでやっとって、誰か倒されたりしたら、まあザオラルで起こすか世界中使っていく。そう、基本こんな感じですね。アンコールでヘタリかけていくよりこっちの方が楽なんですよ。もちろんありますよ。事故死とかありますよ。その、やられてる可能性もありますけど、でもその確率がこっちの方が低い。せっかくね、あれ手動でやってアンコールかけてやってっても、3人でかけてっても、それでも結構やられるし、やり直しも結構多いし、そこまでしていくと、なんか無凸の武器とかしかないと、逆にアンコールのメリットが活かせんのかなってずーっと思っとんすね。いろいろやっとんすよ。バトマスでやったり、レンジャーでやったりとか、かけたりしてやっとんですけど、無凸じゃそこまで火力出せんよな。これナズンがね3凸4凸とかで、ね、3000以上とかで優に出せると、まあまあそこら辺だと話は違うかなと思いますけど、だしこれ祠みたいな短期決戦だからいけるけど、明日明後日か高難度なんか来た時にアンコール打てんよね。いやそんな一撃なり1万とか出せるような条件の武器とかある人だったらね、打ってってもっていう作戦はありだと思うんですよ。そこまで出せんとな、難しいとこで非常に、ね、使い勝手が、私はスタベンに来るのかスパスタがかなって思っとるんですよね。この構成でこれであえて変えるっていうのはあれだよね、魔法戦をバトマスだろうね。レンジャーバトマス、バトマスレンジャーパラディン賢者とかそんな感じだよね。まああとは人によってですね多少左右するとは思いますけど、今だと何これ祠向きだもんで職業を被らせたくないですよね。例えばね、世界中、例えば3本とか持ってたりしても、バトマス、バトマス、バトマスって使っていくとね、祠のために切り替えるのがめんどくさいですよね。だからできるだけ分けたいですよね。これオートできれば別にこんな感じでいけるんですよ。これ毎回毎回こんなに、ね、綺麗にいくってことじゃないけど、ある程度はその自己死の確率は下げれるんで、他っといてもいけるから、で、MP もめっちゃ減っとるってわけじゃないですよ。レンジャーのどうしてもね、カンダートマホークが燃費悪いもんね、ここが減っていくってなんですよ。あの魔法戦士は MP が多いからね、ナズンって言ってもまだね減り方の差が出るってのがありますけど、それ考えるとそこまでしてスパスタ使ってアンコールとかでガン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 高火力の一人作ってそこに回して手間かけて手動でやってっていうのが、私すごい、いや疑問点に思ってもやっとんですよ。どんなもんか、こんな感じ、いつもこんな感じです。別に綺麗にいっとるってわけじゃない。普通ぐらい。やられる時もあります。当然あります。全滅もあります。だけど、そこまでは自己死はない。こんな感じやってます。ちょうどいいね、条件があったんでね。微妙なんですよね。ただこれがね、石板が多いからずっと魔王の使い場でできるだけね、あったら拾うようにしてたんですけど。スパスタがね、ほんと微妙なんですよね。なしでいくとこんな感じでいけるんですよ。スパスタ使っていくと結構きついんですよ。というのが終わりまして、一応ね今ねレベルがね50いくつだ、56か、こんな感じで来てますね。ちょっと待ってくださいよ。こんな感じのレベルで来とって、これで実戦投入させたりして使ったりしとるんですよ。下の方で遊びのデッキじゃないんですけど、こんなあたりとか、これは賢者に持たして、賢者にヨナズ無凸です。持たして魔力覚醒して、
こいつに全部集中させてぶっ放そうっていうことを魔王の使いとかやっとるんですけど、こっちの方が安定しないですよ。結構落ちるし、やり直し必要だし、優にやられる。やられる。余裕でやられる。それで、レンジャーやバトマスなんかも試してまして、これがレンジャーで、レンジャーで何 ?3 発ぐらいアンコールして撃ったら、影縛り3体ぐらい縛れんかなって結構やっとるんですけど、それがね、意外に縛れんのですよ。1体か2体ぐらい、3体もがっちり縛るってそんなにない。なんか入りの率がね、悪くなってるような感じは体感的にはしとるんですよね。だからこれがそんなにね、で、かといってこのスパスタなり入れたからって別になり火力出せるってわけじゃないし、あとあれ何でした？また名前あんた忘れとるね。心じゃない心じゃない名前が出てこんが、あのこういうスキルのこういうスキルこういうスキル、ちょっと待ってくださいよ。ショータイム、ショータイム、これです、ショータイムです。でこれもそんなに発動するわけじゃないし、結局あれだもんね、倍死がかからんことにはそこまで有利な状況にならんから、そんなになんかこれ、まあ一応ねこの効果が欲しいんでね、ここら辺か。55でとりあえず身の守りと回復魔力いただいて、65で HP と MP だもんね。それぐらいで、これ65いったからって、レンジャーやね、バトマスとか、まあ、賢者やパラディンを超えるってちょっと難しいと思うけど、それの代わりにアタッカーとして入る存在なんか、すごい疑問点に思ったんですよ。疑問点に思いながら育てとるんですよ。まあ、ね、本当にね、疑心暗鬼でなんかね、不安を抱えながらね、もうこれ育てる必要あるのかなって思いながら育てるんですよ。ただなんかあった時のためにね。とまあそんな感じで、ね、あの魔王の使いの周回デッキはやりましたけど、非常に私スパスタに関してはね疑心暗鬼なんですよ、うん、だってアンコール使ってくるような状況で4突の武器とかを1人になり固めてね、3発も4発もぶっ放していきたいってやるんだったら、そういう人って他に3突4突あるよね。だったら別に1人じゃなくても他の3人とかで撃ってていいよね、多分って思うんですよ。なんかそこら辺がね、使い勝手としては非常に難しいというか、超えられる存在なんかなーって疑心暗鬼になりながらね、トーン低いでしょ。そんな感じでね、レベル上げしてるんですよ。もちろんこいつとかにも試してますよ。でもね、さすがにバリゲーンとか行くとね、55で4人で行くとね、あの役不足すぎる。ちょっともう65ぐらいになって4人でバリゲーンがおる状況だったらちょっとやってみたいで、どんな感じの動きになっていくのかね。そこら辺はもしね、いい風に変わってくれば逆にあれですけどね。とまあそんな感じでね、魔法の使い左目のデッキでね、一応オートでこんな感じでやってますということと、スパスタに関してはなんか非常に性能的に疑心暗鬼っていうか、本当にスタメン取れるんかなってね、まあだんだん声が小さくなるからね、そんな感じで育ててます。とりあえずまあまあ一応ね、65までは育ててそこで判断したいですね。どんな感じの動きになっていくのか。一応4人全部いっとるんで、どんな感じかなってとこして、非常に不安ですよね。ということで、一人倒して終わりましょうか。まあこんな感じで周回してますね、普段で。ナズ2発って、ナズマヤドでも別にいいかな。ただ当たり前だけど、レベル55の何、このスパスタ2人のナズなんか、賢者や魔法戦士に比べてはるかに火力を取る。2発でいけるやつが、スパスタ2人だと55か、あれ、56か、レベルによるけど、打てんっていうのがある。とまあそんな感じでやってきましてね、疑心暗鬼になりながらもね、なんとかスパスタね、65まで育ってね、判断したいです。だんだん声が小さくなるうちにね、逃げてきますということで、はい、ということで、そんな感じ、終わり。